こんにちは。鳥が堀部で、受けが稲吉です。今から亀の返し方を、やりたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは、亀になってください。腕を取って回すものになるので、中学生以下は、反則になってしまう可能性がありますので、はい、その点だけ、ご了承ください。はい、こちらの、すいません。こちらの腕に、足を引っ掛けて回したいので、はい、こちらですね、すいません。の足に、膝に足を引っ掛けて前に引っ張ることによって、うん、ここに空間を作ります。はい、この空間に自分のそのまま、右足ですね、右足を刺して、うんうん、こちらで足を組んでもらいます。で、その後、こちらに相手と、同じ方向ですね、に正座をしてもらうような形で、このまま、自分の背中と相手の背中が、合うように、前方回転をしていったりします。で、このまま。上がってもらうと、お抑え込みに入ることができます、はい、これ腕も決まってますかね。腕が、これ関節技が入ってますので、ということは、抑え込みと関節が両方そうです。あ、見られると、関節を取りながら回すことによって、はい、相手が耐えれなく前に回ることができる、動けなくなりますね、はい、で、1個ポイントがありまして、はい、こちらの足ですね、はいはい、を抱えることによって、これ離してしまいますと、うん、相手が、あ、起き上がってきた、起き上がってきてしまいますので、内側の、はい、取った腕側の足を抱えることによって相手が前に上がることができなくなるので、はい、抑え込みが決めることができます。はい、どうですか。じゃあ、はい、お願いします。一連の動作で、やらせてもらいます。はい、あ、いいですね。はい、ありがとうございます。以上です。じゃあ、最後の挨拶お願いします。以上、亀からの返しですが、ありがとうございました。ありがとうございました。